はい、こんにちは、みちみちです。本日もよろしくお願いします。はい、本日はですね、こちらです。こちら。はい、こちらを買ってきましたね。こちらはですね、置くだけふわふわわた玉ハウスっていうやつでね、ハムスターのケージとしても使える置くだけのハウスみたいですね。ハウス。中にはね、綿が入ってますね。天然 100% の綿なんですけど、パステルカラーでね、お家を明るくなんて書いてありますね。綿の容量は約 20g。 これをねちょっと試しにやってみたいんですけど、綿はですね腸閉塞になりやすいので使わない方がいいということも言われる方がいますんでね、危険だと思う方はちょっと控えた方がいいかもしれませんね。うちの子はねまだね何回かね綿使ってるんですけど、そういうことがないのでちょっと使ってみたいと思いますね。ではちょっと開けてみましょうか。はい、ただねこれね入り口部分を取っただけなんですけど、どうなるのかな、やってみましょうか。はい一生懸命綿を出してるか、だんだんね気温も下がってきてね、あったかいね道具も必要かななんて思ったりもするんですけど、おお、出してるか、綿を口の中に入れて巣作りでも始めてくれるのかな。ああ、だいぶ出てきましたよ。だいぶね、おお、これをどこに持ってくのかな、みんなね。綿綿このままねハウスとしても使えるみたいですんでね、まあ、紙でできてますからすぐボロボロにされると思うんですけど、はい、おやつも与えてみましょうかね。おやつもね、はい、これでおやつだよ。おやつ誰も気づかないかな。綿に群がることをおやつに群がること。あ、だいぶ中入ってきましたね。うん、もう。中に何匹入ったんでしょうかね、これね。このおやつが好みなのかな。割と食いついてきますよね、このおやつね。はい、このおやつはねあんまりないんですよね。量が入ってないんでね、みんなに行き届くかどうか分かりませんけど、もうだいぶ綿の方も取って3分の1ぐらいは綿が取れてるかな。本日のおやつはねこちらですね。こちらになりますね、本日のおやつは。これはねかぼちゃの種ですね。かぼちゃの種、はい、もう終わっちゃうけどね、そろそろね。本日のおやつはね、こちらを与えましたね。サクサク衣のちょびっとかぼちゃの種ですね。こちらを与えましたね。好評でした。もうありませんけど。はい、どうでしょう。またよりおやつかな。中にね、一匹入ってるみたいですよ、これね、中にね。あ、入った入った。まあ今後ね、寒くなるんでね、こういうアイテムもあってもいいんじゃないかなと思ってね、ご紹介しました。ちょっとね、綿なんでね、ちょっと先ほども言いましたけど、危ないなと思う方はね、控えた方がいいと思います。はい、といったわけで本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回の動画もよろしくお願いいたします。それでは、さよなら、さよなら、さようなら。